どうもプランクトンです。今回はこのバラっぽくないバラ、カクテルっていう種類のバラなんですけれども、これを紹介していきたいなと思います。もう一人暮らししたら絶対買おうって思ってたバラで、今年で3年目での開花となります。でなぜ私がここまでこのカクテルっていう種類のバラに魅了されているのか、魅力オンリーで7つ紹介していきたいなと思います。まず一つ目がこの軽やかな花びらです。こうあんまり主張しすぎないというか、まあ、八重の普通のバラもいいんですけれども、この一重の主張しすぎない感じが他の植物ともよく馴染むというか、仲良くしてくれるなと思ってます。そういったところが住まいベランダにちょうどいいので、共同生活向きなのかなって思ったりしてます。二つ目が透き通った花びらです。まあ、普通の八重だと花びらがたくさんあるので太陽の光を、まあ、たくさん吸収しきっちゃうんですけれども、一重のバラは太陽の光を吸収しきらないので、こう透けた花びらを楽しむことができます。ベランダで育てるとどうしても太陽が差す方向と、まあ、人間が眺める方向が反対になっちゃうことが多いのかなと思います。まあ、花は太陽の方を向いて、まあ、人間の方を向いてくれないっていうことです。まあ、鉢をこう回してもいいんですけれども、なんかそれはちょっと反則なのかなって思ったりもしてます。まあなんとなくこのバラは回してほしくなさそうな顔してるので、あんまり回せてないです。3つ目の魅力は花の色が少しずつ変わるっていうことです。最初咲いた当初はこんな感じで、真ん中が黄色くて綺麗な色をしてます。でそっから、真ん中が白くなっていって、最後赤くなっていきます。真っ赤なカクテル、まあ、ちょっと真ん中白いカクテル、真ん中黄色いカクテルっていうのは、いろんな花びらの色で楽しませてくれるっていうのがあるんですけれども、まあ、私はやっぱり真ん中が黄色いカクテルが一番綺麗だなと思います。ただこの姿楽しめるの1日とか2日ぐらいなんですよね。まあ、だからこそ魅力的って見えるっていうのもあるのかもしれないです。ここからは少しサクサク魅力いきたいと思います。で4つ目が、日陰には比較的強いらしいです。ベランダって庭よりは日当たり、まあ、どうしても悪くなっちゃうと思うんですけれども、それでもここまで咲いてるってことは、やっぱ日陰には比較的強いのかなって思ったりします。それでもやっぱり明るいところに、できるだけ明るいところに置いとくようにはしてます。で5つ目が、花がたくさんつくってことです。こうやって見ても分かる通り、たくさん花咲いてくれてます。で6つ目が、比較的病気に強いっていうところです。これも私がこのミニバラとかじゃなくて大きいバラ育てるのはこのカクテルが初めてなんですけれども、まあ、それでもまあそれなりにこんな感じで綺麗に育ってくれてるっていうところから、まあ、病気にも比較的強いのかなって思ったりします。で7つ目が、四季咲き性です。まあ、四季咲き性と言っても、この今の4月5月にバーって咲いて、あとはポツポツポツって咲いてくれるっていうような感じです。どうなんですかね、一季咲きっちゃ一季咲きなのかもしれないですけど、まあ、ポツポツたまに咲いてくれるだけで、まあ、よかったりするんで、よかったり、まあ、それは咲いてくれるに越したことはないんでいいかなって思います。あとは、まあ、7つの中にちょっとはみ出ちゃったんですけど、ちょっとだけいい匂いします。他の匂いをが魅力的なバラから比べたら全然しょぼいと思うんで、ちょっと魅力には入れれなかったんですけれども、ちょっといい匂いがします。いい匂いがしました。以上がカクテルというバラの魅力でした。まあ、まとめると、ベランダでも、まあ、ここまではちゃんと育てられる魅力的な植物なのかなと思います。バラっていろんな種類があると思うんですけれども、割とメジャーな種類のバラだと思うんで、手に入りやすいのかなって思います。まあ、こんな感じで観葉植物とか、まあ、たまに花とか紹介したりしています。チャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。 Twitter、Instagram やってます。では。